多分多分ゴーゴーカレー絶対って思ったもん自信持って言うだけどんだけなんと思ってかちょっと車行ってくるなるよこれを着て今度ベトベトマニア行きますもう言ったよなすごいなそれもなかなかと思ってでも昨日車で何分かかるかいなとか言う。あ、何時間かかるかい。どこであんの？福岡で来るの。朝が吹き出してきて何でかな。福永ちゃんのお知り合いの人、2人にも一応入れたった、インスタから、じゃあ分からんって言われて、じゃあ買うの。1人は嫁のさんの田植え、あ、田植えじゃない、稲刈りか。仕事も忙しい時期やけ、なんか調整がつくか分かる。それ佐賀の人の方。多分。でもう一人の人もなるべく調整しますけど、まだ分かりません。確かに。家がある。だけんさ、やっぱ仕事しながらの二毛作やろ。二毛作。兼業農家ね。あ、兼業。二毛作じゃない。なんか違う、兼業農家。兼業。兼業。兼業が違う。二毛作。そういうのやけやろ。日曜日とか休みの日にするってことやろ。だから、そのハウスはない。あれ。やめまい。次はルーズマークわかる、やりたそう。あの人、河野って感じ言ったっけ。言ったかね。河野東って感じだったっけ。何歳なの。上かもしれんね。何個か上っぽくなってないの。これより上。いやー、中間ぐらいか、まあ一緒ぐらいな。同学年やったりして知ってるもんね、地元やったり河野東とかやったら多分中学校は鍋中やと思う。おはよう。おはよう。おはようございます。おはよう。見てたっけ。手やられた。
おはようございます。うん、多分ね。コンバインだよね。あれを整備しようよ。ガンガン。あのアメリカホッケーは完全にあの扇風機の風を止めてるよね。上手に。確かに。完全に止めてるよね。確かに。線が足らんと。こっちに持ってきたいけど。つなぎ。つなげばいいだね。延長コード。延長コードあの100均に走って300円で。延長コード貸してくれんすかね。延長コードある。いつも借りよって。延長コードはあの。でここに持ってくればよくな。そう、うん、延長コードは100均で300円で売るよ。いやあるよ。4メーターぐらいある。ある借りてくる。あいい俺これ持ってこいつから送ってくる。本当？うん。お願い。許してない。少ないね、これ。見たよ。よいしょ。意外とこう。意外とおいしい。よいしょ。